監督、お疲れ様でした。お疲れ様でした。また明日。うん、お疲れ。久しぶりの我が家だ。愛しい娘たちは元気かな？うん？なんだあの人だかりは。まさか私の留守中に大事件に巻き込まれたんじゃ。本人は疲れてるもんですから、どうか今日のところはお引き取りください。写真だけでも一枚お願いしますよ。すごい騒ぎになっちゃったわね。うん。カットカット。はっ、お父さんだ。あなた一体どうしたんだこの騒ぎは。泥棒に入られたのか。ご主人知らないんですか。誘拐事件で。何？誘拐？お母さん、誘拐されたのは夢子か。うん。じゃあ愛子か。あいつは女優になってもいいくらい美人だしな。違いますよ、姫子ですよ。男の子と間違えられて誘拐されたのか。お父さん、変なこと言わないでよ。姫子、よかった。眩しい。でも誘拐されたお前がどうしてここにいるんだ。誘拐されたんじゃなくて、誘拐犯を捕まえたんですよ。え？よかったというか、将来が心配だというか、父親としては複雑な気持ちだな。姫ちゃん、笑顔で無事サインお願い。え、こうですか？寒いよ、布団引っ張らないで。もう姫ちゃんこそ。またあの子は朝っぱらから何暴れてんのかしら。もう、わあ、乗ってる乗ってる、姫お姉ちゃんスターみたい。いいんじゃない。私はびっくりして心臓が止まるかと思ったよ。刑事さんに話を聞いた時にはお父さんなんかあれから詳しい話を聞いた途端40度の熱出して寝込んじゃったんだから。たく、親の気持ちも知らないで心配ばっかりかけて。お母さん、写真に手しか写ってないから低気圧なの。台風にならないうちに逃げた方がいいわよ。ん？なるほど。姫子、聞いてるの？行ってきます。あ、ちょ、もう、もうちょっと行ってやりたかったのに。大地にバレちゃったのに、リボンついたままだし、ポコタとも喋れるし、何も起こらなかった。でも、これから記憶を消されるなんてことあるのかな。でも、とりあえずは、よかった、このままで。おはよう、姫ちゃん。姫子だ。はい、ロノハラ。見たわよ。俺も見たよ、これこの記事。すごいじゃない。そう、野々原、どうやって捕まえたんだよ。怖くなかったの？教えて教えて。よし、それでは聞かせて死んでよ。まあまあまあ、抑えて抑えて。そりゃ私だって怖かった。でもえいっと勇気を出して犯人のこもる部屋へ飛び込み、すったもんだの大乱闘。私は犯人に胸元を掴まれ、ピストルを突きつけられた。それで私がさっと身をかわすと、犯人の撃った弾はわずかにそれて私の顔の真横に。犯人がひるんだ隙に私はすかさず飛びかかり、両手をねじ上げた。犯人はついに拳銃を床に落とし、まいったと一言。あ、とまあ、だいたいこんな具合よ。すげーの。多少脚色してるけど。でもさ、なんで小林くんと一緒だったの？デートしてたとか？違う、違うって、全くの偶然なの。たまたまばったり会っただけで。そうよ、ただの偶然よ。
偶然に決まってるじゃない。大地くんにはちゃんと心に決めた人がいるんだから。心に決めた人？誰だか知りたい？どうしてもって言うなら教えてあげないこともないわよ。おい、それはね、期末の時間割り張り出されたぞ。本当かよ。見に行こうぜ。なんなのよこのクラスは。あ、私も時間割り見てこなきゃ。待ちなさいよ。聞きたいんでしょ、大地くんの好きな人。別に聞きたくも。いや、絶対聞きたいはずよ。聞きたくないって。あなたはだんだん聞きたくなる。わかったわよ、教えて。やっぱりそうじゃない。それはね、私よ、私だろうと思った。だってね、私に抱きしめられちゃったんだから。いやあれは私なんですけど。何よその目は。嘘だと思うなら大地くんに聞いてみなさいよ。誰も嘘だなんて言ってないよ。というわけで、あなたがいくら大地くんを好きでももう勝負はついてるってことよ。ごめん、遊ばせ。違うのにな。どうしてあんなことができるんだよ。ま、放課後空き家行けば全てがわかるか。ん？げっ！なあ、これやっぱ野々原と付き合ってんのか？そうな。さあ、なっか。きっとそうよ。ああ、心配して損しちゃった。姫ちゃん、違う。魔法のアイテムの秘密を知られてしまったら、もうおしまいなのよ。姫ちゃんは記憶を消されちゃう。私のことだって忘れてしまうのよ。王女様、まだはっきりそう決まったわけじゃありません。さっさ、国王様にお願いしてみれば。パパは頑固だもの、そう簡単に掟を変えてくれるわけないわ。姫ちゃんのこと大好きだったのに。お別れよ、もう。と、このようなわけで、こともあろうに彼女は変身の力を他の人間に見られてしまったわけです。警察じゃ。他にも方法があったはずだ。でも勇気ある行為だったぞ。あの少年は口外しないと言っている。分かるものか、子供の言うことだ。楽しいだいたい、あの姫子が言う子は無茶すぎる。あら、私は楽しいと思いますわ、こういう子。静粛に、静粛に。このままではまとまりがつかん。ここは一つ国王様に全てお任せすることにしてはどうだろうか。やはり掟は掟だ。姫子という少女からリボンを取り上げ、それに関わった全ての人間の記憶を消してしまうしかない。いいか、ここは俺の秘密の隠れ家だ。分かってるだろうけど、誰にも言うなよ。絶対だぞ。うん。
古いけどちゃんとしてるのね。意外と最初はもっとボロだったんだけどね、少しずつ直したんだ。結構器用なんだねえ。2階見てきていい？ダメ、今度はこっちこっち。そしてここがメインルーム。地図がいっぱい。全然見たことないようなのもある。そこら辺に座れよ。あ、うん。コーヒー飲むだろ。サイフォンで立てるなんてずいぶん本格的なんだね。まあな。いろいろ地名が書き込んであるの。あ、それ旅行したところを必ず書き込んでるやつ。え、こんなにあちこち？まあな。でも電車賃は相当かかるんじゃない？お金ほとんど自転車だから。え、だからよっぽど遠いところは夏休みとかじゃなきゃ行かないけど、近くなら土日に行ってるよ。もしかしてたまに学校サボるのもそのため？あったり。ずるい。あ、待って、それじゃしんちゃんはどうしてるの？ご両親働いてて大地もしょっちゅういないんじゃ、いつもどうやって？座れよ。あ、今日は俺の話じゃなくてお前の話を聞くために来たんだろ。そうだった。じゃあ改めて、私の13年来の大親友のぬいぐるみ、ポコタです。よろしく。喋ってる、ぬいぐるみが。待てよ、そういえばポコタ！かなかなかな。あの時犯人に飛びかかっていったのもお前だったな。へえ、野々原変身だけじゃなくてぬいぐるみまで生き物にできるんだ。よろしくな。ポコタっていうくらいだからオス猫なんだな、お前。オスライオンです。ライオン？そう。やっぱり猫なんじゃないの？猫じゃ。姫ちゃん、僕嫌いだこいつ。よしよし、さてと、小林くんは話を聞くつもりないみたいだし帰っちゃおうかなと。ごめん、聞く。悪かったよポコタ。すごい、さすが百獣の王の貫禄バッチリ。全然心がこもってない。悪い、砂糖切らしてたんだ。そう、魔法の国の王女様にリボンをね。どうしたの？いや、なんて言ったらいいのか、とにかくすごく感動っていうのか。そうか、すごいな、魔法使いがいるのか。信じてる、素直に。だけどさ、平気なのか？俺にバレちゃっても。それなのよね、私もポコタもきっと記憶を消されちゃうって覚悟してたんだけど、とりあえず異常なしだし、エリカにはこっちから連絡取る方法がないからどうなるかちっともわからないんだ。お前ね、そういう大事なことは初めにちゃんと聞いとけよ。まったく、そそっかしいというか抜けてるというか両方というか。 だってあまり突然のことでそんなこと冷静に考える余裕なんてなかったもん。まあでも記憶を消されるときは消されちまうんだし、あれこれ考えたって何がわかるわけでもないならさ、気にしないでいればいいんじゃないの？何か起こったら起こったでそのとき考えればいいよ。俺も協力してやるから。秘密の共有者だもんな、たった一人の。うん、なんだかわかんない大地って。冗談ばっかり言ってると思ったら急に真面目になったり。こっち来いよポコタ。嫌味なこと言うかと思えば急に優しくなったり、くるくるいろんな顔をする不思議な男の子。それではこれより30分後に記憶を消す作業にかかることにする。では解散。お待ちください。レンではないか。国王様、どうかもう少しお時間をいただけないでしょうか。あの少年は
誰にも言わないと申しておりましたし、さらに別の人間に知られた時でも遅くはないはずです。何よりエリカ様が泣きながら私に訴えられました。大切な人間界の友人を失いたくないと。もしもこのまま日記を中止してしまうことになれば、エリカ様はもう修行どころではなくなってしまうかもしれません。何卒もう少しお時間を。どうかどうか。ならん。国王様、わしとてできればそうしてやりたい。だがそう簡単に例外を作ってしまっては何のための掟だ。はい。しかし国王様。慌てて何事だ。大変です。実は先ほど。あら、おひり。あら、なんだと。国王様。レン、わかった。お前の意見に従うことにしよう。確かにお前の言う通り、あの少年が誰にもこのことを話さなければ大きな問題になることもあるまい。国王様。だが一つだけ条件をつけよう。さらにもう一人他の人間に知られた時は間違いなく記憶を消す。それだけは譲れぬぞ。わかったな。はい。パパがこんなにあっさりと例外を認めてくれるなんて。国王様だってそのくらいの融通聞くんですよ。さっさ、まあいいわ。とにかく姫ちゃんと別れなくて済むんだから。そうですともさっさ。姫ちゃん、コーヒーおかわりするか。私そろそろ帰んなきゃ。そうだな、もう暗くなってきたし、その前に変身見せてくれないか。うん、いいよ。何から何まで俺だ。へえ。あんまりジロジロ見ないでよ。ごめん。俺って怒った顔もハンサムじゃん。じゃあ元に戻ったらもう帰るからね。ルレラパルレラパ。気をつけろよ、足元。電気はつかないの？外にさ、見つかるとまずいだろ。あー、そっか。ま、手元の明かりぐらいはちゃんと用意してあるからさ。あー！あ！なんだ、そのお守りお前の？茂みの中に落ちてたんだ、ずっと前。そう、どこ行ってたのかと思ったら、なんだ、あの時落っことしたのか。変なやつ、なんだってそんなもん持ち歩いてんだ。ああ、それはそのどうだっていいでしょ、そんなこと。読めたぞ。大方片思いの相手からもらったとかそんな類だろ。くったらね。あ、ひょっとして振られた相手だったりして。未練がましいやつ。お、来るか、必殺飛び蹴り。ん？バカ。あ、やべえ。まったく失礼だよね、大地のやつ。デリカシーってもんがないんだからね、姫ちゃん。姫ちゃん。
まさかこんな形で戻ってくるなんて思いもしなかった。長谷倉先輩へ渡すはずだったお守り、もうずっとこのノートを書いてないや。ここんとこいろんなことがありすぎてすっかり忘れてた。前は長谷倉先輩のこと思わなかった日なんて一日だってなかったのに。なんであんな奴が出てくるのよ。もう姫ちゃんたら。ごめんごめん。さっきから何を考え込んでいらっしゃる。ささ絶対おかしいわよ。あの頑固なパパがお許しになったなんて。嫌な予感がしてきたわ。何かある、何かあるわ、きっと。日々の光と公園で抱き合っちゃうし。次回、肉